西尾明は、将棋騎士。青野照一九段門下。騎士番号は 248. 神奈川県横浜市出身。2019年6月より、日本将棋連盟上無理事。将棋との出会いは3歳の時。祖父とおじが指しているのを見てなんとなくルールを覚えた。小学校1年生の時から2歳上の兄と、将棋センターに通う。1988年。 小学3年生の時、第13回小学生将棋名人戦で準優勝。翌々年の1990年9月から奨励会で指し始め、1999年度前期から三段リーグに参加する。そして、混戦となった2002年度後期三段リーグで11勝7敗という成績で2位となり、4段商談を果たした。 11勝7敗での四段昇段の前例は、野月博樹のみであり、この時は、村山事明、東山和明、佐藤天彦、広瀬昭人などが、同成績の激戦であったが、順位に恵まれた西尾が昇段となった。第12期銀河戦で、決勝トーナメントに進出。第78期規制戦で、中原誠、森内俊幸らを破り、ベスト8入り。 第24期竜王戦3組、準決勝で小林博史に勝って2組昇級を決め、6段に昇段。第23期銀河戦では、本戦トーナメントで9連勝を達成し、ブロック最多連勝者として決勝トーナメント進出。決勝トーナメントでも三浦博之を破りベスト8の成績を残した。また、非公式戦ではあるものの、二千十四年に開催された、 将棋元王戦タッグマッチにおいて、ポナンザとチームを組み、優勝を果たした。2017年3月2日、第75基準以前 C 級2組で9勝1敗の1位となり、C 級1組昇級が決まった。2019年2月13日、規定の成績を上げたとして、7段に昇段。 この日行われた第45期起用戦予選で藤森哲也に勝ったことによる価値数規定を満たしてのものであるが、この時点で第26期銀河戦の結果が放映されていなかったため、詳細な自由公表はされなかった。発表は14日夕方だったため、1日遅らせていれば価値数規定と明確に発表できたのであるが、それを待つことなく発表された。一社党であり、 角代わり、横振り、矢倉を指すことが多いが、時折、中飛車やアイブり飛車も採用する。攻守にバランスが取れた気風である。商談規定は、将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。